ました、気になるスポットシリーズ、鴨形町なってます。今日の場所はこちらです。鴨形町にあるこの郵便のマークの建物です。近づくとこんな感じになってて、相当古いものになってます。そうもないですね。相当頑丈なものです。裏もこんな感じです。もっとあの大正時代にできた橋と同じようなね、コンクリートですね。非常にあのシンプルな内容なんですけど、このエリアにあるということです。前からね、あの気になってたので、ただあの地元の人が、まあ、どっかにあったなみたいな感じで言ってたんで、まあ、この近くの、ね、ケーブルハットを探すときに、ね、地元の人に聞いたんですけど、いやもう一個あったなみたいな話をしてたんで、でもなんか思い出せないということで、まあ、いろんな、ね、情報を集めた結果ここにあったと。RSK バラ園がある近く、足森川です。これもあれの、これ天津省の電話線の関係の看板です。